はい。どうも皆さん、こんにちは。いずいくです。それでは今回なんですけども、レシートアプリを使ってレシートがお金に変化キャッシュレス生活でさらにお得に使おうということで、今回は日常で役に立つレシートアプリについてお伝えをしていこうと思います。以前の動画のおまけの部分で少しお伝えしたんですが、まあ、ここ最近になって僕もやり始めたので、早速ですね、情報をシェアしていこうと思います。それでは行ってみましょう まあそもそもですね、このレシートアプリとは何ぞやというところなんですけども、まあ結構使われている方もですね、ちらほらいらっしゃるかと思います。まあで、使ってるアプリもですね、結構人それぞれ違うと思うんですけども、まあ簡単にですね、このレシートアプリを解説しようと思うんですが、まあパッとイラストで解説するとこんな感じとなっております。ざっと流れなんですけども、例えば普通にお店で飲食店だったりとか、まあスーパーとかコンビニとかでレシートってもらうと思うんですけども、そのもらったレシートを使って、 で専用のアプリがあるのでそのアプリにレシートを撮影して送信をしますそうすることによって現金にできたりですとかアプリによってはポイントになることもできますで今回ですね僕この動画で紹介させていただくのは一つアプリ紹介したいと思うんですけどもそれがこちらの o n というアプリですねまあこれがですね本当に僕も数日前ぐらいから使い始めてなかなかちょっと使い勝手的にすごく使いやすかったので今からこの o n について解説をしようと思うんですけどもざっとですねこの o n のアプリについて 特徴5つまとめさせていたただきましたましず一つ目なんですけども、まずこのレシート1枚1円で買い取りということなんですが、とりあえず、まあスーパーとかコンビニでお買い物した時のそのレシートをパシャって取って、この会社がまあ買い取ってくれるんですけども、基本的に1円から買い取ってくれます。で、他にもですね、このただレシート1枚1円で買い取り以外にも、案件がですね、ちらほらあるので、そういったものをこなせば別に報酬をもらうことができます。まあ、報酬というよりか、まあ、もう少し高く買い取ってくれるという感じかな。 と思いますあとですね、その使い勝手がいい理由の一つとして、撮影後の反映が早いということで、もうパシャって撮った瞬間にすぐにその1円とかが反映されるんですよね。まあその案件とかに関してはちょっと反映まで認証とかがあるみたいなんですけども、普通のレシートを撮影して買い取りまでの1円とかの反映がめちゃくちゃ早いです。で、今回のポイントでもある現金化が可能ということですね。ですが、その出勤するとき、ご自身の、まあ、登録した銀行口座から引き出す際には手数料が200円かかるので、まあ大きい金額でね、貯めて、そのまま ままとととめて下ろした方がちょっとお得かなと思います早速、このワンのアプリ内に入っていこうと思うんですけども、今現在、これ僕のそのワンのアプリの残高というんですかね、その画面なんですが、今、136円貯まってるということになっております。まあ、レシートだけで136円って結構お得ですよね。普通はね、レシートってもうただ単にまあ家計簿をつけてポイって捨てるのかとか、まあそういったものになるのに少しでもお金になってるってだけでも全然僕はお得かなと思います。で、次ですね、見ていただきたい画面があるんですけど もこれがその下のホームというところをですねタップしたらご覧のような画面が出てきますでいろんなですね案件というのがありましてまずはですね分かりやすいように全種類のレシート1円から10円というものがあるのでまあ、これがですねまあ、利用頻度としたらかなり多くなるものになるかなと思いますで実際にですねこの部分をタップしたらご覧のような画面が出てきますどんなレシートも1枚最大10円で買い取りということですねでいくつかですねそのレシートでもまあ条件というよりか注意事項があるので それを簡単にピッックアップしてます例えばですね1日のその買い取り回数っていうのは5回までとなってますのでそれ以上いくとまあ実際に今買い取ってはくれませんのでこれはお気をつけくださいまあ1日で5回までってまあ大体1日の買い物でたい5回ぐらいはでは収まるのかなと僕は思いますあとですねこれ面白いなと思ったのが購入で2ヶ月以内のレシートとなるので例えばこの動画をご覧になっていただいている方で早速チャレンジしようかなと思う方でも、まあ、2ヶ月以内までのレシートであればすでに保存されている方も いらっしゃると思うのでまあ、試しにあとですね、ここも気をつけてほしいんですけども、電子マネーチャージは控えとみなす対象外ということなんですが、例えば、まあ僕が最近の話で言うと、ファミペイがあるんですけども、ファミペイを1000円でレジでチャージしたら、その後にまあレシートみたいなものがもらえるんですけども、そういった電子マネーとかのチャージに関しては対象外となりますので、これはお気をつけください。でですね、早速このレシートの回答 やっててみたいいととと思ううんんですすすけどもここの真ん中の真中注意意事項に同意しし参加するというところをタップしますそしたらですね、レシート撮影の画面が出てくるので、そこで先ほども少し伝えた2ヶ月以内のレシートをですね、画面に押さえていただいて、あとは真ん中下の丸のボタンをタップしたら撮影ができます。で、撮影が完了したらですね、すぐにもう1円っていうのが出てくるんですよね。早いですよね、これ。で、あとはもう下の完了を押せば、これで一連の作業は完了終わりとなります。もうほんの30秒もかからないぐらいできるので、めちゃくちゃ めちゃくちゃ早いですね。以上がこの全種類のレシートの買い取りについてでした。でですね、まあ、1円をちょくちょく貯めるのもめちゃくちゃいいんですけども、まあ、先ほど少しお伝えしたその案件というものですね、まぁ、あ、一つ紹介したいと思うんですが、これはちょっと今だけできるものになるんですけども、まあ、ここのライジンのレシートということで124円という風に出てると思うんですよね。まあ、これね、本当に今ツイッター上でもすごい盛り上がってるライジンのまあ案件になるんですけども、まあ実際にですね、ここをタップしたら、じゃんということで、まぁライジンの専用のページが出てきます。 で、僕なりにですね、この r i z i n の案件の注意点をですね、簡単にピックアップしてます。まず1つ目が4本、これは購入することが必要です。でですね、このレシート1枚を124円で買い取ってくれます。で、それにプラスアルファで、 アンケートが別途あるんですけどもそのアンケートに回答することによって別途700円がもらうことできますなので合計で824円分がですね条件をクリアすることによってもらうことができますなのでまあ、本当にライジンが100%還元に近い状態で購入することができるということですねでこのキャンペーンなんですけども期間がですねかなり短くて5月の22日の金曜日までとなってますでしかもですねこれかなり人気のアンケートになっているのでまあ、早期終了ありということになるので で、これちょっとお気をつけください。で、僕もですね、実際にちょっとこのキャンペーン参加してみたいなと思って、セブンイレブンに行ってきました。今ですね、なんとセブンイレブンで7個で、 このライジンを購入することによって、1本50ポイントをもらうことができるんですよね。まあ、これ5月の24日までなんですけども、なので7個で購入することによって、まず4本を購入するので200円分浮いちゃうんですよね。で、なおかつこのライジンの案件をこなすことによって、トータルで見たらなんか気がつけば実質プラスになっちゃうっていうちょっと不思議な状態が起きるので、ま、あこの期間内であれば7個で購入するのもいいんじゃないかなと思います。で、実際に4本購入してきました。で、早速ですね、このページから、早速ですね、レシート提出してみたいと思います。 んですけどもここの注意事項に同意して参加するというところをタップしてそしたら先ほどと同じような画面が出てくるので、まあ、ここでは来週のレシートを撮影してくださいと出てますねでここでパシャって撮ったら買い取り完了ということで124円でまあ買い取ってくれたということになりますで残りのですねまあアンケート入力っていうのがあったのでそれをバーっとこう僕の方でやってそうするとアンケートまで完了したらアンケートのご協力ありがとうございましたこの画面を閉じて回答を終了してくださいということでこれで完了となります 一応、ですね先ほどお伝えしたベッド700円に関しましてはちょっとこの動画を作ってる途中だったんで今のところ承認待ちということになってますので、まあ、ちょっといついつ反映されるかっていうのがこの動画でお伝えできず申し訳ないんですけども、まあ、とりあえず今は承認待ちでまあ反映されるだろうなとは思います。 以上がこのライジンのキャンペーンについてでした。で、他にもですね、今出てるような新車の自動車の注文書であったりとか、住宅リフォームの見積もり書であったりとか、あとパパット味噌パウダーのレシートとか、まあこれはまた調味料ですね。あとはバイクの自賠責保険証券であったりとか、 開業、開店、移転、会員案内とか、あとクラフトビールのレシートとか、まあ、ちょくちょくですね、ここの部分の案件も変わってたりするので、エンタメ性も少し備えてるなっていうふうに思います。で、先ほどお伝えした一応現金化もできるんですけども、他にもですね、まあ、チケットというような部分もあったりして、例えば今上にも出てるローソンで32年のブラックサンダーにも交換することができたりとか、真ん中の方にあるコカ・コーラのところですね、高校ドリンクのチケットに交換することができたりとか、あと あとはサーティーマンアイスクリームの券に交換できたりとか、あと上島コーヒーとかドンキホテの間近のギフトカードにも交換することができます。なのでまあわざわざその出勤して現金化するのも全然いいんですけども、こういった風なゲットにも交換することができるので、まあ少なからずまあ幅広く使えるのかなとは思いますね。 一応まあこのアプリを使った僕なりの感想なんですけどもとにかくほんと先ほどもお伝えしたんですけどもレシートの反映がとにかく早いんですよねなのでまあパシャって撮った瞬間の反映があるのでまあ一つこれは安心材料につながるかなと思いました で、まあ、これはまあ、場所にはよるんですけども、レジ袋代が浮くということなんですが、まあ、大体今、どこの地域行っても、本当に今、レジ袋のお金っていうのが、まあ、2円とか3円とかかかるところでも、ほとんどなりつつはあると思うんですよね。で、噂では、まあ、コンビニとかもね、今後もしかすると、レジ袋の有料化になるかもとかいう話も出てたので、まあ、そう考えたら、このワンとかでパシャってレシートで取って、 で、まあその1円とか2円をそれで浮かせるって考えたらまあ、それはそれで、このレシートアプリってかなりいいのかなと思いました。で、最後下の方ですね。慣れれば数秒で済むということで、もう本当にですね。もうその場ですぐ取って送ることもできるので、まあ、人のね。迷惑にならない場所でパシャって取って。 送ってそれでで完了なのまあそんなこんなで今回はレシート買い取りアプリのワンについてお伝えさせていただきましたまあ先ほどもまあ動画の冒頭にもお伝えしたようにまあレシートの買い取りアプリに関しては人によってこんなものを使ってますとかこんなアプリ使ってますとかまあいろいろ結構バラバラなのでそれに関してはぜひですね他にもあれば下のコメント欄に書いていただけるとそれはそれで面白いのかなと思いますと ということで、あ、一応ですね、今回お伝えしたワンの公式リンクに関しましても下の概要欄に貼ってますので、気になる方はインストールして、ぜひですね、レシートアプリで楽しんでみるのもいいんじゃないかなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 最近ですね、僕本当にまあ自炊にハマってるというか、まあもちろんね、あの、いつもいつも作ってるっていうわけじゃないんですけども、なんかちょくちょくこう時間ができてる時にね、自炊をするようになってるんですが、まあ最近ね、本当にどよく料理を作ってるんですよ。で、これがですね、昨日インスタグラムフォローしていただいてる方であれば見たかもしれないんですが、ローストポークを初めて作ったんですけども、まあこれがうまかったです。他にもですね、まあ普通、普通っていうかあれなんですけど僕肉じゃが好きなので肉じゃがを作ったりとか、少し前はお店 水を一切使わない無水カレーとか作ったりしたりりしで、すね引きこもりをんうなまあ、興味はあまりないとは思うんですけども、僕のツイッターとかに関しては、まあ、お得とか、まあ、YouTube に関することであったりとか、まあ、そういった情報を発信してまして、で、Instagram に関しては、基本的にもう僕の、さらなる、さらに、まあ、日常というか、もう、最近ご飯とか食べ物系が多いんですけども、そういったものをですね、僕の Instagram でも、たまーにあっ してますのでぜひですね、このアカウント、もしくは下の概要欄にインスタグラムのリンク貼ってますので、ちょっとでもまあ料理気になるなっていう方まあいないとは思うんですけども、ぜひですね、フォローしていただけるとめちゃくちゃ喜びますということで、ありがとうございました。